んどうもこんにちは、ノアです。さて今回も引き続いて水星の魔女第20話を見ていきたいと思います。前回の19話ではスレッタママプロスペラが復讐を実行し始めましたね。スレッタママの計画によってミオリネが罪を着せられ、それにブチ切れるシャディク君。一方その頃全ての主犯がシャディクであると知ったグエル君もブチ入れてグラス霊領へと向かいます。というところで前回の第19話は終わりましたね。今回第20話ということで、あと残り4話か5話ですかね。あと残り4話で終われるんかなまあ水星の魔女がどうなっていくのかしっかり見続けていきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。水星の魔女第20話です。ゴー。ほな行きます。3、2、1、いや、はい、始まりました。サンライズ。みよみよが罪を着せられたソフィー。前回ね、ソフィーね、死ね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 って狂ったように狂ってたからねシャディクを捕らえる。すごい、前回の復讐をちゃんとやってくれてんな。冷静にね、グエル君、冷静に。うん、激おこです、グエル君。一方その頃シャディクは出てますね、アスティカシエ学園を。みんな モビルスーツに乗って何するつもりや。一方こっちもこっちでガチ切れですはい、始まりました、水星の魔女第20話です。面白い面白いグエル VS シャディクの戦いが今回見れるんちゃうかなっていうハワイ期待も抱いてたんですけど、一つ突っ込みたいことがあります。シャディク、いや、グエル君に怒るのちゃうやろグエル君何も悪ないやん。なんかさ、なんかずれてるよな、シャディクいつも。なんか、ツイッターでさ、どちゃくそ突っ込まれてたのがさ、いや、お前言うお前が言うかってめちゃくちゃ突っ込まれてたよね、シャディク君。おもろいな、お互い、あれやな、グエル君は、シャディク君どこや、シャディクお前をぶちのめす、みたいな。一方シャディクもシャディクで、グエルどこやお前を許さへんぶちのめすって言ってるけど、お互い多分すれ違ってるような言ってるところグエル君は今からアスティカシエ学園に行って、シャディクは今から地球に行くからすれ違わへんそれかすれ違わずに宇宙でこうばったり会って、そこでバトルみたいな展開になったりする。ならんやろ、ならんやろ、大丈夫やな、そこはちょっと冷静にいきましょうはい、始まりました、セセリアお姉ちゃん。ピカーめっちゃ光ってるやん、ハロー、むちゃくちゃ喋るやん、いい太ももしてんな、セセリアさん わざわざ報告しに来て生まれた律儀そっか、株式会社ガンダムクレーム、さすがエレッケ対応が大人だね。真面目だね。こんな中でも授業しっかり出てるんや。ユリンさん
ちょっと見れへんかった。誰からのメール、どうした、スレッタ、あ、まさかまさかこの二人が関わり合うなんて。ペトラ、どんどんさ、どんどんさ、株が上がっていくよね。ズゲズがな、踏み込んでいくよね、スレッタ。え、ちょっと待って。ここでバトル始まんの？始まんの？ここで？え？ちょっと冷静に行こうよ。戦わんでいいんやない？これ多分マジでグエル君バーサクスシャディクの戦いになってまうやん、宇宙で。うわー、飛び出た。グエル冷静に冷静に行こうよ。もうお互い怒ってさ、冷静になってない？これ殺し合いの戦いやで。学園の外ですからね。仕掛けたのはお前だってわざと当たったんか。それで。でも大丈夫。この戦いはきっとグエル君が勝つ。多分、もう分からんけど、このシャディクガールズもいるからな、どうなるんやろ。うわー、好戦的、シャディクガールズ。あ、守られてるわ、しっかり。優しいな、あの3人解放してあげんねんや。魔女は最後まで利用？ちょっと待って、それ学校ですよね。あ、守られてんの、もしかして。おお、逃げた早いな、サフィー早いな。ソフィーって言った私、ごめん。ノレア。え、ちょっと待ってくれさ、多分グエルじゃない、エラ君5号がさ、ノエラ助けるパターンじゃない？ノリア、もうなんかできてるよな、この二人。ああ、ノリア。やばい。ノリアが学園をむちゃくちゃにするやつでは、これ。やばいぞ。そっか、前回狂ってた伏線が今ここで回収される。やばい。多分さ、それを止めるのが、エラン5号くんみたいな展開になったり、するんですか。うわー、学校が、ノレアの怒りの気持ちも、わからんでもないけど、
ノレは完全にこれあれやな、支援でやってますね。チュチュのデミトレ壊された。あ、優しいペトラ。生徒のみんなが、え、ちょっと待って、ペトラ、ペトラすげえ、ちゃんと人助けして、え、さすが。文句言いながらも、もう一度あの人に、それはフラグでは。大丈夫、でも生きてる、大丈夫、生きてる。一方やっぱり叩いてくるよね、シャディクガールズ。腕、どうしたん。ああ、やって。うわー。全部、種明かししたね、シャディク君。うわー、こんなグエル君冷静で折れるはずない。だよね。聞いてたの。ここで、ここで明らかにされる。しかもさ、なんでし、ちょっと待って。やばい。うわ、ミオリネの、あ、めちゃくちゃだ。ちょっと待って、荒れてる、大荒れだ、ひどいわこれ。フェルシーも行くの？フェルシー、無理しなや、フェルシー。ちょっとジェタークリオのみんな、今回の第20話、主人公やな。あ、地球寮のみんな。セセリア、なんか考えてそうやな。うん。そうだね。なんか策はないのかい？え、うちらの セセリアのモビルスーツあったん？デミバーディング。ブリオン社。これにチュチュが乗んの？ポンポン頭やって。いいな、セセリアとチュチュのこのなんか関わり。何？行かねえ。調整。くれるの？ああ、戻ってきてくれたニカネ。いろいろ話したいことあるけど落ち着いて。とりあえず、そうだね。ナイス判断。マルタン。さて、これは熱い戦いになってきましたよ。アスティカシティアの生徒たちが一丸となって、このテロを打倒するという。チュチュ、チュチュも分かってくれてる。ちゃんと会話することが大切って分かってくれてる。チュチュか、チュチュか。
チュチュだチュチュもどうか足のといてくれよ。頑張ってや。ポンポンだ。まさかね、この面白展開確かに戦ってるの学生やもんな。めっちゃバトルシーンかっこよくない？めっちゃバトルシーンかっこよくない？グエル君の動き方めっちゃうまいねんけど。うわうわうわ、すっげえ、めっちゃ怒ってるシャディ君。何怒りがすごい、モビルスーツに乗ってる。ここでもアーシアンとスペーシアンの戦いが繰り広げられてる。シャディ君、言いたい気持ちも分かるけど、私視聴者として代表するけど、グエル君しか応援しないわ。シャディ君、嫌いやったんかい。お前はいいやつだと思ってたんだけどな。言ってたのに、シャディック。え、あ、卑怯やな、シャディック、マジ。2対1なんて。頭、わしづかみ。え、奪うだけじゃ。手に入らない。動けなくなった。でもお互いや、それは。あ、よかった、クエル君、ナイス。え、誰、あ、もしかして議会の人たち。え、ちょっと待って。ごめん、ちょっと待って。シャディクの今の言ってた意味がちょっとわからんかった。何が目的であの戦いをしてたん？ノレア。容赦ないね。
止まった止まった、エラン5号の愛の力で。ちょっと待って、ちょっと待って、待って、待って、お願い、お願い。やばい。え、嘘を待って、ペトロまで嘘嘘やんけ、嘘やんけ、嘘やん、死なへんと思ってたペトラはラウラと結ばれる命やったやんけ。そんな、ラウダは、ラウダは、ラウダ大丈夫？だってお父さんが殺、ラウダがなくなった、やばい。スレッタ、スレッタ、はあ、はあ、スレッタ、そんなにスレッタごめん、何も言えへんくなるこの久しぶりの感覚を味わった。なんかこれがガンダムやなって久々に思ったわ。ノリアも、ノリアも、そう、ノリアがああいう風に暴れたからペトラは死んでん。でもノリアもノリアでさ、大変な思いを抱いてて、ほんでもって、エラン5号も、ってなってしまう。これがガンダムだ。はい、ということで見終わりました。今できることを、はい、ということで見終わり。めっちゃいい、なんじゃこのいいイラストは、やば。はい、ということで見終わりました。水星の魔女第20話でした。感想に行きたいと思います。お楽しみのチャンネル。
はい、ということで見終わりました水星の魔女第20話でしたけれども、久々に言葉が出なくなりました久々に何も言えへんくなりました。いやそりゃね、暴れたノレアが一番悪いよ。でもさ、ノレアだってさ、救われる道があったやろうに、ゴゴー君と一緒にランランする未来があったやろうに、容赦なく撃破されて、もう本当容赦なかったですね。さすがガンダム。そしてペトラ、最初さ、ペトラむっちゃいい子やんってなってたのにさ、株上がってたのにさ、それやのに犠牲になるって、さすがガンダム私はね、ラウダ君のことが心配です。ラウダ君のメンタルが心配です。ラウダ君、気をしっかり、クエル弟救ってやってくれ、うん、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。 Yeah.